アロスコンレーチェアロスコンレーチェは、米と牛乳で作ったデザート。スペインや中南米の各国でよく食べられている。アロスはスペイン語で、米、レッチェは父、コンは、と共にという意味の全知詞である。材料は、米、牛乳、砂糖、シナモンやレモンの皮などを香り付けに使うことが多い。米を5から6倍程度の量の牛乳と共に鍋に入れる。 好みで、レモンの皮などの香り付けの材料も入れる。これを火にかけ、沸騰したら、ごく弱火にして20分程度煮込む。米が柔らかくドロドロになったら、砂糖を加える。小鉢、マグカップなどの器に盛り、シナモンなどの香辛料を好みで振りかける。これを冷蔵庫などで冷やして食べることが多いが、温かいまま食べることもある。上記のアロスコンレチェに卵の黄身を加えたものは、 アロス、エンペラトリスと呼ばれる。メキシコでは、初めから牛乳で米を煮るのではなく、水で煮た米にコンデンスミルクや牛乳を加えて作ることも多い。干しどうなどの乾燥果物を入れることもある。大人向けには、ブランデーやポートワインなどを入れることもある。同様の料理は、世界各国にあり、例えば英語圏では、ライスプディング、ポルトガルでは、アローシュドース、ドイツでは、 ミルヒライスと呼ばれている。アロスコンレーチェは、スペイン語圏の各国で、子供のおやつとして人気が高い。また、アロスコンレーチェという名前の動揺が広く、親しまれている。アロスコンレーチェ、アロスコンレーチェ、ミイケーロカサール結婚したいなこんなセニョリータでサン、ニコラスサンニコラスのお嬢さんとクセパコセア裁縫が、できて、クセパボードル刺繍ができて、 クセパブリアーラプエルタドアを開けて、パラ IRF がある遊びに行ってくれること。コンエスタ氏。これで、はい。コンエステノー、これで、いいえ。コンエスタセニョリータこのお嬢さんとミカーゾよ、結婚しよう。カサテコンミー国予定だが結婚してくれたら、サパトス、ワイメリアスカーラーカフェ、茶色の靴と靴下をあげる。この歌詞は、地域によって多少異なっている。 特に、サンニコラスの部分は、それぞれの土地にちなんだ名前で歌われる。しかし、いずれも子供の好きなものの一つとして、歌の冒頭に、アロスコンデーチェが登場する。ありがとうございます。